それではね、日本一黄金一番バターチキンが作られて、江戸中期天才学者として名高かった白髪源内の番頭書というんですかね、当時日本国内で栽培されていた明太子の種類を自明してある書物の中に黄色の唐辛子が描かれています。現代名黄金菌と呼ばれる、鷹の爪の10倍の辛味成分を持つ日本一辛い明太子、辛子ですと。でこの黄金のしっとりとしながらも色の良い辛さとバターの風味豊かでスパイシーなカレーソースを合わせ本格チキンマサラというのを作っちゃいましたということで、これが黄金の黄色い唐辛子というものでね、白髪源内が、見つけたみたいですね。白髪源内が栽培していたものらしいです。唐辛子を栽培するとはね、いや世界みたいな思われるかもしれませんけど、当時は唐辛子ですら珍しかったじゃないですか。でこういう風に、カレー風になっております。ちょっと赤飯をカレー風にしましたけど、いただきたいと思います。うん、確かに自然のある辛さね。うん、でねっとりくる辛さだねこれ。うん、ねっとりねちねち辛さよ。うん、ねっとりくる辛さで、ね、確かにこれは辛いわ。あのじわじわくんだよこの辛さ。ねっとりときてじわじわくる辛さだけども、うん、黄金金、黄金っていうのかな、こんな感じで。確かに聞いたことはあるんですよね、こういうのがあるっていうのは。なかなか辛いです。でこう、うん、なかなか辛いんだけど、美味しいと。理由、唐辛子を使ったものですけども、うん、なかなかいいですね。で辛い風味で、うん、チキンの感じと麻辣風の辛さがあって、うん、すごく辛いんだけど、まろやかで、味がまろやかで美味しい辛さですね。うん、すげえ辛いんだけどまろやかさが残ってる辛さで、まあ何とも言えない辛いんだけどいい味わいかな。でこれで化学調味料一切使ってないっつうんだから、まあびっくりなんだけども、ねっとりくる辛さ、もう辛口というよりはまあハバネロほどではないと思うけども、まあ激辛かなという感じですね。非常に辛い、うん、なんだこの辛さっていうぐらいですね。こんな辛いもの盛り付けやがってみたいなね、昔の人はね、そうやって文句言ってやるっつって文句言いにくい人いたんだろうけどもね、まあそんなこと言われても、もともと唐辛子ですか辛いですからって言われれば、その通りなんですけどね。ただ江戸時代には唐辛子を手に入れるっていうのは、赤い唐辛子ですね、あれ手に入れるすら貴重品だったので、なかなか手に入んなかったんですよ。でそれにこう唐辛子という、その黄色い唐辛子というのをね、改良しまして、でこう出てきたと、栽培されて出てきたということでね、なかなか
いいですね。白髪現代はこんな辛いもの食べてたのかなと思うんですけどね。まあ白髪現代ってある意味ちょっと気違いみたいな人ですからね、あの人ね。うん、白髪現代ってのはちょっと普通の人でちょっと変わり種ですごい独特な人ですから、ちょっと気違いしみた感じの人でもあるからね。だからまあ結果的にその身内の人を殺しちゃったっていう白髪現代ちょっと恐ろしいことやっちゃったんだけども、まあそれもこの実験の確か実験のためとかって言ったかな。うん、まあそういうちょっとところがありましたけども、まあ白髪現代っていろんなのを研究して開発してる人だったからね。だから日本人がまだ珍しいようなものとかも研究開発してたんで、いろんなものを日本の エリソンみたいに言われてる感じの人ですからね。いろんなものをこう次から次へと発明してる人で、エレキテルって電気のね、ビリビリビリっていう電気が来る、その電気の振動というのを電気を摩擦でこうやる機械を作ったりしてね。ただ当時の人は電気って言ってもね、今みたいに電気がないと生活できないけど、当時の江戸時代は別に電気がなくたってろうそくで明かりでいいやっていう感じだったので、そんなに電気の必要性なんて、こんなの何の役に立つんだみたいなね。せっかくエレクトルを作ったんだけど一体何の意味があるんだっつって、それで興味本位でやってきたけど、まあそれを買おうとまで思わなかったわけですね。うん、ただ後に今はほら医療現場なんかでもね、こう心臓で停止してる人にこの電気を入れてペレッつってこうね、生き返らせるとか、そういったことで非常に医療の方でも大活躍してますからね。だから後にやはり白髪現代ってのは医療の先駆けとも、医療器具というか医療機械の先駆けと言ってもいいんじゃないですかね。まあそういったあらゆるものを開発してる白髪現代ですら、この唐辛子というものに注目を浴びて、黄色い唐辛子を作ってみようっつって、で作って栽培したことに成功したということですね。あの人がもうちょっと早い時代にね、もうちょっと江戸時代じゃなくてもっと後の時代ですね、要するに明治時代とか大正とか、まあその時代のあたりに生まれてたらば一躍有名な人になっていたと、まあ、もっと一躍有名な人にはなってたんだけど、もっとその認められていた時代になってたからと思うんですね。ただ白髪現代が生まれてきたのが江戸時代だったから、やっぱりその変な人だっていうふうに見られてね、でもう危険人物だっていうふうに見られちゃったんで、まあ、それがこう悲しいところになっちゃいましたね。だからあの人がもっとその現代に生きていたらね、現代とかもちろん大正とか昭和初期とかそういう時代にあたりに生きてたら、明治とかね、もっと違った人生を歩んで、今頃ノーベル賞みたいなのを取ってたかもしれませんね。まあそういうふうなものです。でもこういう人が使ってたその黄色い、まあ今でも珍しいけどね、そういった黄色い唐辛子を使った、栽培して、それを使ったチキン、カレーだということです。非常に辛いです。コクの濃い、スーッと引く、確かに、ねちねちとした辛さですね。どうもありがとうございます。